ピオキングです。今日もですねトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、スワンプルインドからルイニード、どっちかだと思うんですけど、このコースを訳すとドッスンの廃墟っていう意味らしいんですよ。もしくはドッスンが邪魔という意味っぽいんですけど、そのコース名の通り今回はドッスンを題材にしたトロールコースだと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.7%。 いや、そのドッスンが追いかけてくるみたいな、そんな騙し要素があればいいんですけどね。ああいうのめっちゃ好きなんですよ。さあ今回開幕殺しはあるんでしょうか。いや、あ来てよ、こっちに開幕サッカーナ言わせてよ。この左は何、開幕花いや、まさか開幕花が落ちてくるとか思わなかったね。このプクプクは踊りっていうわけか。じゃあこのまま右に行くんですけど、これ落ちるんじゃないの、絶対そうでしょ。走り抜けて行ってみようか。走り抜けてスーパージャンプ一番右空いてんのね。じゃあ、あの四角の枠に追っておけばいいみたいな感じでしょう。そしてこのまんまこの線の通り行ったら大丈夫なのかな。一旦行ってみようか。これで大丈夫。おほほほ、今日は線が大丈夫な日だね。ここでモンティがいます。このモンティを倒していいんでしょうか。バーブロックを叩いてみようか、端っこで。きっとこれで合ってる。それじゃあここ右か左かどっちかだったよね。右ブラパが出てきたのはさっき見えたんだよね。なんで左叩きます、これが正解。熱い熱い、あ、やめよ、右にブラパ出てきてんじゃないの。大丈夫、これは抜けていくよ、こっから。シュッ、冷た。いや、どっちにしろバブルがいるからダメだったよね。なんで最初右を開けておきた、そんでバブルを発動させてバブルが来るより早く右に行けと、そういう感じだね。いや、四角がある、この方の作る四角大丈夫だよ。はい、何もありませんじゃあここでキノコ取って、はぁ、閉じ込められました、この四角。大丈夫大丈夫、ここで僕はパワーアップしたいと思います。さあここでかかってください。パワーアップした僕に勝てるんでしょうか。ここでよっしゃそんじゃ上のキノコ取ったらダメだったね。多分この場所に追っておいたらキノコかなんだか出てれる噛みすぎた。じゃあこのままキノコ取って下に行こう。右の方追っておくよ、左の方罠でしょきっと。いや、どっち、絶対出てくると思ったこいつテトリスのあの形じゃねえか。じゃあここは下に降りてリフトが上に上がってから右に進む、多分それでいいんだよね。皆さん安心してください。右にチェックポイントがあるんですけど、あのチェックポイント必ず取ってみせましょう。この下赤いのかんでしょう。なんでパウブロックを叩いた瞬間右に進めば大丈夫。はじゃここわざわざ叩いて走らなくてよかったんだよきっと。あのパウブロックを叩いてブラッパーが出てくるのを待って右に進めば中間が取れるっていう感じだね。さあ進んでいきましょう。次は10コインがあるな、あの10コイン取ってみようか。怪しすぎる。うわ、なんもないのか。そして右か左か、これ2分の1じゃないの。たまには合ってていや、なんもないじゃねえか。それじゃあドアに入っていきたいと思います。さあ次はイカがいるね。このイカ踏んでいいのかな。イカ踏んでみるね。うわそうなんかオープンブロックの中にキノコが入ってるって書いてるよ。多分それでこの花を抜けていけっていう感じだろうね。これは何、頼む、何か来て救世主。このコースさ、コース目にドッスンのなんちゃらって書いてた割に意外とドッスン自身が来ることはないんだね。そんじゃあ次はこの池を踏んでいくって、さっきと違うやんかマジかよ、さっきと違うパターン持ってきやがったか。そんじゃあここは池を踏んで上に行くのが合ってる。そんで次はここがキノコっていう感じかな。鉄球、くそ、行き急いでしまった。キノコと思って早く取らないけみたいな感じで思うよね。それじゃあここ鉄球を出しておいて上にツタがあるね。こっちと、はあいやあれだよきっと、ドッスン僕にビビってるんだよ。出てきたらやられるみたいな、ドッスンキラピオキングだからね。それじゃあこのまま土管に進んでいきますか。さて次はもう右に行くしかないな。これは、はっ、こいつは危ねえぞ。きっと取ったらダメなやつだ。上になんか裏はダメって書いてるもんね。そしてコインはオッケーみたいな感じで書いてるね。どうしよう、このコイン取る、取ってみよっか、どうなる。なるほど、ここでキノコが出てきて上に進めるっていう感じだね。で、ここは上の土管に入らない。うわ、くっそ土管に入ってしまってる。死に耐久か、ここでどんな死に耐久だろう。ちょっと見てみていいかな。なるほど、多分このオンオフをして
トゲメットをこっちまで持ってこいっていう感じだと思うんだよね。いや面白いね、これ完全にミニゲームだね。いやしかも結構難しいぞ、自分の足場も動くからね、めっちゃ難しいんだよね。で右って左で次右で左右左右右やった、これでやられるっていう感じでしょ。なかなかうまかったんじゃないかな今の。じゃあここは一旦何もしないでおくね、そして左に行く。これが正解でしょう、きっと。まあさっき引っかかったから分かってるんだけどね。はあ大丈夫、こいつは大丈夫、やっと本命堂出ました。あ熱い熱い熱い、こっちが正解っていうパターンかな、上が正解かな、どっちだろう。頼むこっちで合ってて、合ってる、絶対こっちで合ってるよ。そしてこのまま左、ここで合ってる。緊張すぎない、こんなに順調でいいんですかね。これさ持っていくしかないよね。ジャンプできんやった。でさこの上の黄色い土管があるじゃん、さっきの死に耐久の場所に戻していくと思うんだよね。さっきも黄色い土管であの耐久部屋に行かされたからね、絶対死に耐久と思う。さあそれじゃあさっき下に行ってバネがあったんだけど、ここは足場が見えるんだよな。ドッスの裏多分雲かなんかあるんじゃないのかな。でここも足場ある、なるほど、そういう使用目的だったのか。じゃあこのドッスン地帯早く渡れっていうことだと思うんだよね。きっとこれで合ってる、下が気になるところなんだけどな、下が正解っていうことは多分ないと思う。さあ来ました、エンドって書いてる、マジかよ、今日終わるの早くないですか。それじゃあエンド、その言葉に身を任せましょう。違う意味のエンドじゃねえか。そうでしょ、これは何、ポーじゃねえんだよ。いやでももう分かったよ、この青い土管に入って右にダッシュし続ければもうゴールできるっていう感じだと思うんだよね。さあボベー出てきて、なんでさっきと違うよ、うわこの下気になるよね、入れる、入れないのか、なんか作っておけよ、死に耐久とかさ。いやもうゴールできる、絶対これでゴールできるよ。何もしないで待っておけばこの上の進路が開けるっていうことだよね。そうでしょ、よしよしこれで、はぁマジか、エンド嘘なの、イライライマン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 。こんなところにゴールがあるのに進めねえ。マグロっこしいな、はやっ。そんじゃあここはヒントにさ、ハテナブロックを叩けみたいな書いてたんで、きっとこのハテナを叩けば左の進路が広げる、そういう感じだね。で次こそえん、あ違うのか、強引この土管に入れっていうことだよね。どっち行くこれ、アンチ CP1 って書いてる、CP1 には嫌だよね、あっちの方行ってみよっか、こっちが正解。いやこれ左開くんじゃないの、なにこれ、嘘でしょ、あいやでも上なんかある、ほらほらほら正解、なるほどこれでゴールできるっていうことか、頼む右に走っていくよ、次は右にダッシュしていきます、これ右上、やったどうもありがとうございました。はいそれじゃあ次のコースはこの一発マリオ、2つのアイテムというこのコース、説明文にはねうまく使いましょうって書いてるんですよ。でサムネを見たらさ、Pスイッチとパワーブロックが1つずつあるだけじゃん、あの2つのアイテムをどうにかして使ってゴールをしろっていうことだと思うんですよ。それじゃあ早速やっていきますか、クリア率は 2.46 だからね、鬼畜っていうわけじゃなさそうですね、ただ何かしらゴール条件があると思う、それが何かなんだよな、一回地面から離れたら着地しないでゴールか、まあ、とりあえずさ普通にジャンプしていけそうだから行ってみるね、とりあえずこのピーとパーを捨てておいて邪魔だから、でこのギリギリでジャンプしてくるに、うわ絶対届かんねえこれ、なんでこのピーとパーどうか駆使していかなきゃいけないと思うんですよね。うわどうしよう、一回しかジャンプできないんでしょ、これさパーって壁キックできんかったっけ、落ちてきてる時にさ壁キックしたらいけるみたいな、あなんかいけそう、これなんじゃないの、ただ届くかが問題なんだよね、普通に壁キックしていってみるね、あらいけた、
なんか言ってました。しかもタイム更新しました。ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてツイッター、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。